本編に触れるとまずいなと思っていたら、あの成田さんっていうあの MC の方が Twitter で流してたので、コマ言うんですけど、えー、成田裕介さんって何がすごいの？東大卒イェール大学助教授ぐらいしかわかりません。ああ、これね、僕多分ね、成田さん足元をひっくり返される気がしてるんですよね。 成田さんが割とその、あの、経済的なやつとかで統計出してきたりとかデータ出してきたりとか、あとその、ZOZO タウンで、あの、おすすめされる服とかってどういうものですかっていうのを AI で出して、で、そこら辺のデータっていうのと、あの、あのプログラムとデータっていうのを GitHub かなんかに上げていて、それがサイバーエージェントも同じような仕組みを使ってますとかっていう実績はあるんですよ。 そこら辺の,その実態として金を儲けるためにそこら辺のあの AI 使ったアルゴリズムっていうのもやってますよっていうのもあってで元々のそのなんかやりたいこととしてはエビデンスベースとポリティカルメイキングっていうあの証拠を基本にしてて政策を決めてった方がいいよねっていう。 政治家って割と雰囲気とか気分で物を決めたがるんですけどそうじゃなくてちゃんと数値とかデータを取ってこのデータの元にこういう判断をした方がいいよねっていう政策を決めるっていうところをちゃんとやろうとしてるっていう人なんで,でそこら辺のちゃんとデータ集めたりとかもきちんとやってる人なんですけど経済学って要はその経済って何っていうと人が物を買うこともそうだし多くの人がこういう行動するよねっていうこともそうだし。 例えばその、えー、とよくある話で「化粧品って放送の箱とかってなくして安くしたら皆さん買いますか?」っていうと「え同じ化粧品が安くなるったらそっちの方がいいじゃん全然買います」ってアンケートを取ると言うんですよ。でも放送を簡素化した化粧品を買うと売ると人は買わないんですよ。なんか安っぽいから買わねえと。むしろそのなんか放送が高そうな箱に入っててキラキラしてる方が買うんですよ。 なので人間の聞かれた時に言う言葉と実態の行動は違うみたいなのがあってなのでデータって重要だよねっていうところでじゃあその感触とかそのなんかじあのいわあの一人一人の感想とかでなんかデータでものを判断した方がいいよねでそれを政策にそのあの経済とかビジネスだけじゃなくて政策に関してもそうだよねっていうことをやってる人なんですけど成田さんすごいよねって言ってる人とか成田さん天才って言ってる人って結構多いんですよ。 江田さんどんな人ですかっていうとなんかその東大主席だったとかって過去のことだったりイエール大学助教授っていう現在の役職を言ったりしてて何をしてる人ですかとかどういう論文書いてる人ですかっていうのまでちゃんと見て話してる人ってほとんどいないんですよ。まあ多分コメントでも見たことある人いると思うんですけどあの人はノーベル賞を取るかもしれない人だみたいな紹介をする人もいるんですよ。村上春樹さん 春樹だね、村上春樹さんって毎回ノーベル賞を取るたびにノーベル賞を発表されるために村上春樹さんは今回もノーベル賞を取りませんでしたっていうニュースが流れちゃう人なんですよ。別にね村上春樹さんノーベル賞ノーベル文学賞を取りたいって言ったこと一度もないんですよ。別にノーベル賞のために書いてますなんて一言も言ったことないんですよ。 でもファンがあの人はノーベル文学賞を取るべきだみたいなことになって毎回毎回ノーベル賞を発表のためにノーベル文学賞が今年も取れなかったって言われるんですよ。で多分成田さんもそのうちノーベル賞を取れない人っていう勝手なレッテラーがられちゃうんですよ。 成田さん自身はきちんと研究をずっとやってるしあの面白いデータも出して面白い部分を出してるので成果を上げてるんですけどノーベル賞は取れるか取れないかで言うとそんなことを僕やってないように見えるんですよ。ノーベル賞を取れるほどの革新的な独自なものというよりはむしろ現実に当てはめられる現実的な 成果だったり、プログラムだったり、データだったりで、現実こうだよね。じゃあ、現実こうしましょうっていうことをやってる人だと思うので、なので何年かすると、その、偉そうなこと言ってるけど、あいつ全然ノーベル賞取れないじゃんっていう、バッシング側に回る気がしてるんですよね。なので、あの、ちょっとなんか、持ち上げすぎるのはどうなのかなと思うのですげえ優秀な人なんですけど、わかんないんだったらわかんないけどすごいっていうのやめた方がいいと思うんですよね。 言ってること面白いよねとか MIT とか東大とか行ってイエール大学ですごいよねになるんですけどこれができるぐらいすごいとかっていうのは周りが持ち上げるのはちょっとその持ち上げ方として間違ってるんじゃないかなと思ってはいますはいだから例えばその僕論破王って紹介されることがあるんですけど僕は自分で論破王なんて言ったこと一度もないんですよ論破なんてするやつ二流だよねっていうのはあの何度も言ってるし本人も書いてるんですよ でも世間はその論破王西村秀幸って敵を出せるんですよねただ僕はどうでもいいんですよ僕その職業論破王ではなくてあのメディアに出るもあの副業としてやってるだけで本業と全然関係ないのであいつ論破王じゃねえじゃんって言われてもあの何のダメージもないんですよでもその学業をやってる人がノーベル賞を取れないじゃんでバッシングされるのってそれはひどいと思うんですよノーベル賞ななんん取れるようなもんじゃねえし 取りに狙ってるわけでもない人にそっち側の評価をされるような肩書きをつけちゃうのはいかがなものかなと思うので、なんかもうちょっとその褒め方みんな気遣ったらって思いました。えっとリハックっていうあの日経テレ東大学っていうテレ東と日経がやってる YouTube チャンネルがあるんですけど。 まだ放送 YouTube で流してないので本編に触れるとまずいなと思っていたらあの成田さんっていうあの MC の方が Twitter で流してたのでこのまま言うんですけど高齢者の政治家というのがいるせいで将来10年後どうなるかわからない長期的な思考っていうのを政策がやらないというのがあるので高齢者が引退した方がいいですよねと。 高齢者が引退するべきだよねっていうところに関しては割と俵さんも同意するのであれば俵さん自身がもうメディアの世界から卒業・引退をしてじゃあ俵宗一郎俺が引退するので高齢者の政治家の人も一緒に引退しましょうって言って世代交代をした方が日本のためじゃないですかっていうのを成田さんが言ったんですよ。 あのもちろん田村さんが不快感を表にするっていう <laughs> 本当の成田さん頭おかしいなと思うんですけど <laughs> っていうあのリアクションがあったんですよ。 ただ僕はそれ成田さんが質問して言うこと自体は正しいと思うんですよ。<laughs> 相手が不快になるのは当然だし、まあまあ、それは目の前で、あの、お前高齢者なんだから引退しろやっていうのは、いや、それは失礼だよね。正しい。なので、あの成田さんが間違ってるっていうのも理論としては正しいと思うんですよ。でも、成田さんの質問自体も正しいと思うんですよ。なので、で、普通のまともな大人ってそんな質問しないんですけど、あの成田さんってそういう質問するので、本当成田さん頭おかしいなと思ったんですけど、 ただあの僕があのすげえなと思ったのがちょっとその編集されるかどうかわかんないですけど僕あの田原さんをガチ詰めしたんですよ。放映されないかもしれないのでちょっとオブラートに積むんですけど田原さんがあのこういうことをある人が言いましたというのを言ったんですよ。で僕それ知らなかったんで何て言ったのか教えてくださいって言ったんですよ。 でその人はあの多分日本でトップレベルに有名な人で有,有名な政治家なのでその人が言った話というのは僕も知らないし視聴者も知らない可能性があるのでそれはきちんと伝ええるべきだだと思うんでですよなので教えてください僕がそれ言ったのは田原さんが出かせ言ってるなって分かったから突っ込んだんですよ。 なんか出まかせ言ってる感あるなと思って突っ込んだんで本当にその人がそれを言ってるんだったら教えてください調べろよって言われたんですけどすみませんちょっと分かんないんで教えてくださいと後から送るよって言われたんですけど後から送ってもらってもしょうがないですと視聴者がいるので今この場で言ってくださいっていう追い込みをかけたんですよただ僕もあこれ田村さん出まかせ言ってるなと思ったんであのこう言って突っ込んだ後に日経デルトーのディレクターとかパンダとか成田さんが 止めてくれると思ったんですよ田原さんを僕追追いいい込込みすぎててるななって僕自身思いながらんんだんですよ無言があったのであこの時点でもう答えは出た無言になったら答えは出たからあとは成田さんなりそのディレクターとかパンダとかがタオルを投げてまあまあまあでもこれはどうですかっていう話にしてくれると思ったらガチでで誰も喋ん,なんですよえこいつらタオル投げねえんだと思って本当にあいつら頭おかしいなって僕が驚いたんですよね。 答え分かっててさ田原さんをそこでいじめてもしょうがないじゃんっていうそのいじめてる僕が思うのもなんなんだけど追い込みなり放置すんのっていうので本当にねあ,あのスタッフ狂ってますよみんな。これ多分カットされてるかもしれないんであの何事もなくそのあの本編になってるかもしれないですけどもし本編そのまま出てるとしたら本当にあいつら狂ってますよ成田さんとかの,その放送のディレクターも含めて。 いやーだからね、やっぱね、あの、やっぱり、テレ東ってね、頭おかしいんですよ。ところで、あの、今日はすいません、あの、ちょっと、あの、エッジがあんまり調子が良くないんで、パチャチ、んまちょっと見れないんですいません。今日はこんなところにしたいと思います。俵だよ、あ、俵総一郎さん、すいません。 田原田原さん、えっと、田原田原さん、田原さん、はい、田原田原さんって、なかったっけ。はい、最近、あの、日経テレ東大学っていう番組で、ご一緒してるイェール大学の、あの、成田助教授っていう人がいるんですけど。あの人が、なんか、東大首席で卒業したらしいんですけど。一日三十時間ぐらい寝るとかで、学校全然通えてなかったらしいんですよね。ただ、あの、頭はいいので、あの、ペーパー試験は、あの、なんか、すげえいい点数を取ると。ただ、学校の授業に出るということはできない。 で結果としてまああの東大も出席で卒業したんですけどまあ多分日本の教育というかその教育界合わなかったのでそのアメリカに行っちゃったんだと思うんですけどっていう感じでなんかその睡眠障害の人らしくてなんかその寝る時は30時間ぐらい寝るあ起きてとか30時間起きてなんか何十時間寝るみたいな,なんかそういうサイクルらしくてその朝9時に起きるみたいなことができないらしいんですよね。 なのでそのまあただ、そのペーパーテストだけクリアするというのでまあ結構うまくいったんですけどまあそういう感じの,その特殊なタイプの人っていうのを日本はなかなか受け入れないので結果としてそのあの特殊学級というところを言えちゃうというパターンがあるんですけどそれをどうにかした方がいいよねって僕も思うんですけど残念ながらあの日本人ってあの多数派は無能な一般人なんですよまあ当然なんですけどなののでその無能な一般人が理解できないものは排除しても別にいいよねっていう考え方だったりするんですよね。 ちょっと前にも書いたんですけどその真面目であることって価値ないよねっていうのを Twitter で書いてあの、まあ、なかなか理解されなかったんですけど優秀な成果を出す人っていうのが社会にはとっては必要ですと優秀な成果を出す人が真面目だとさらにいいよねではあるんですけど真面目であるだけっていうのだったらそれ別に機械がやりますとか別に東南アジアのもっと人件費安い人を雇いますとか、まあ、その生産自体をじゃあ,あの中国の工場に任せますっていうのなるので真面目って価値ないんですよ。 でも真面目なだけで無能な人っていうのが多数派なのであの真面目なだけだと価値がないよねっていうと割とそれあそうだねって納得するよりそんなことないよ働くんだったら真面目な人の方がいいよとかなんか真面目であるということを一生懸命フォローする人の方が人数として増えちゃうんですよね。なのでやっぱ日本の中ではなかなかそのエリート教育っていうのはシステムとしてはできないんじゃないかなと思いますけど。